構ね、この間コメント撮りでこう書き出してみたら、はい、あと2枚ぐらいあるのつけるんじゃないですか。ですよね、はい、ですよね、はい、柴田さん的に納得いかないでやり直してるっていうことはですよ、はい、イサム的にはせっかく撮ったのに納得いかないってことだよね。イサム的にはだってお前だってさ、コーチングしたのに納得いかないこいつね、金が欲しいだけだから。いや、よくないっすか。僕アンセムネの思い出はないんですよ。たまる的にもその1回目のそのたまる的にもアイサム的にもその1回目のレコーディングドラムとかやって、あ、今回こういう感じで行くんだっていうのはちょっとあったんですね。制作スタッフがスケジュールを取ってたんですけど、はい、レコーディングなくなっちゃいましたから、はい、でどうしますってなったんですけど、はい、まあ、2022年をもってハンスムはニューチャプターに入るんだっていうのを、まあ、変わらないから、はい、それはやりましょうよ、で、できれば 2,3 曲は新曲もまだ完成はしてないけど、はい、みんなに聴いてもらいましょうよっていう感じで進んでったんですよね。この5月に2曲、3曲やられたんですけど、2曲でしたっけ、2曲ですね、うん、それはそのまま生きたんですか。そうですね、ちょっと、あれ変わりましたけど、でもその曲は入りましたね。で、ほら、レコーディングを延期してね、2月に入ったやつを2回目延期して4月に設定するまでも、はい、スケジュールを調整するのが大変なんですよ。レコーディングスタジオって僕らのためだけにやるわけないんで、はいはい、それをお願いしたり、まあ、こういろんなずらしたりしながらやっていって、で、まあ、7月までに曲ができる保証もないわけです、うん、だそれをその2月、3月、4月、5月、6月そうか、7ヶ月どころじゃないですね、はい、にずっとやってるんですけど、ブラックエンパイアの時も延期になって2ヶ月後ぐらいにレコーディングする前、その間に書いたものがほとんどアルバムに入ってたり、だ僕もなんか今回もそんなような気がして、で、アルバムの半分以上がやっぱこの期間に最終的に書いたものだったので、まあ延期した会はあったのかなと思いますけどね。眠りが浅くなると、はい、ああそこのコード進行いいマネラじゃないよなとかって考えてるんですよ、ずっとなんですよ、それが何ヶ月も。だから、まあでもレコーディングの時っていつもそうなんで、なので、まあ慣れているといえば慣れてるんですけど、今回限りは本当にね、冗談じゃなくて、はい、ひょっとしてこのまま眠ったら起きたら死んでるんじゃないかと思うぐらいでも大変でした、はい、で、7月に、もう1回再レコーディングですね、はい、もうこの時にはさすがに大体曲ができた。そうです。ああ、よかった。レコーディングに入る3回目なんで、はい、レコーディングに入る前にみんなで LINE でミーティングした時に、はい、今回の曲以上のものは多分しばらく作れないと思うから、はい、これでいくっていう。それはメンバーの皆さん信じてこれもらえる。いや、多分清水以外は信じてないと思う。たまるはほら、毎回レコーディングに入ってさ、はい、泣きながらドラム叩いて、はい、でドラムが終わって4日後ぐらいには延期ってなるじゃないですか、はいはいはい、だから多分信じてなかったでしょ。いや、もうこれが最後だろうなと思ってますよ。でもお前がいやいや、これもまたこんな褒めてそれ面白い。こんな質問もしますけど、僕の方から。じゃあ清水さんの方から、はい、じゃあいいですか、はい、いっぱい、もう本当にいっぱいいただきましたので、ありがとうございます。なんだっけ、ペンネーム的なものがありますので、それも読ませてもらいます。はい、あ、はい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 、じゃあまず、もう上からボンボンいきます。ボンボンの朝ご覧になります。忍さんからいただきました、はい、メンバーの皆さんと国内外問わずライブを見に行かれたりしますか。行ったことがあるというのはバンド名を教えていただけますか。あ、僕はね、清水としかライブ見に行ったことないです、はい、で行ったことあるのはまずイングウェイ・マルムスティーン、うん、そう、あとジューダス・クリスト、うん、あとなんだか渋谷に見に行ったことがありましたけど、うん、忘れました。でも全部清水、うん、たまるとコンサート見たいと思わないし、うん、行きましたよ何度か。あ、行った、はい、何、国内外問わずですね。そうそうそう、ユーラニアンピック見ました。ああ、
クラブ知った。ああ、そうだ。あの時タナルいたんだ。ああ、じゃあ歩くなったと思いますよ。そうだったよね。ごめん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 、期待した。僕だと思います。はい、夢じゃない。そうなんです、忘れてた。はい、じゃあ次いきますね。幸子さんからいただきました。はい、在宅勤務時になかなかスイッチの切り替えが切り替えられません。志麻さん、そんなようにオンからオフに切り替えてますか、スイッチを。なるほど、やる気スイッチ。いやー、切り替わんないですね。僕の場合は、僕の、だってアンセムの場合は、うん、アンセムについての業務は 100% 僕がやるので、そうだから切り替わっても切り替わんなくてもやらないとバンドが進まないんですよ。うん、だから、泣きながらもう切り替わんないです。もうやだってね、僕は今一番最近考えてることは、もう一秒も働きたくないっていうことだけなんです。本当に働きたくない。でもタマルに任したら多分金持ち逃げされるし。いやいや、しないです。君はどういうのをオンオフ聞いたの。あ、僕ですか。全部オフですよ。そうなんですよ。オフ。ブレーカー落ちっぱなしなのよ。僕は在宅の場合、いやでもいい曲多かったんですよ。ああ、でしょ？アルバムに入るんだろうな。それあれだろ？仮タイトルタマルっていうお前のあれだからだろ。そんなのあったの？あった。仮タイトルタマルっていうのは2曲あって、そのうちの1曲は今回のアルバムに入ってるんですよ。それね、なんでタマルかっていうと、うん、そのボツになった方はタマルと、うん、僕のアイデアをスタジオで2人でセッションしてて。で、僕がたまたまギターを持っててリフを弾いたら、タマルがそのリフだけを聴いて、僕がイメージしてたんじゃないドラムを叩き始めた。お、それが意外と良かったんで、じゃあこれ作るよって言って、仮タイトルタマルって言ったら、いや、そんなのいいですよって言いながら、ものすごい嬉しそうなんですよ。それだからね、ボツにしてあげました。これ絶対入ると思った曲だったんですよ。マジで？それ入ってる？いや、びっくりした。びっくりしたっくりした。でもね、借りたい株タマル2は入ったもんね。そうですね。ね、全然タイプは違う楽曲になりましたけどね。お前タマルの楽しもないけどね。いいんじゃない。でもでもかっこいいです両方本当に。ね、セブンヒルズ、再結成第一のセブンヒルズから、セブンヒルズ、オーバーロード、イターナルウォーリア、イターナル、イターナルウォーリア、発音がちょっと僕あれですよ。イターナルウォーリア、イモータルバイン、ブラックエンパイン、ブラックエンパイン、あとやられてます。ナイス。アブソルトワールド、なんで疑問系のアブソルトワールド。え、アブソルトワールド、ヘラルディックデバイスまでは、はい、完全に僕のアイデア。それ以降はレコード会社のディレクターとミーティングしながらですね。結構あとアブソリュートワールドも僕のアイデア。おー、僕多分当時のインタビュー言ってたんですけど、やっぱブラックエンパイアとかかなりのインパクトあるんで、かっこいいっすよね。ちょっとプログレッシブ ね、 ね、僕ね、ヘビーメタル前としたジャケットが大嫌いで、あ、なんかあるでしょ、はい、特に言うそのいかにメタルみたいな、メタルバンド、はいはい、ああいうのが嫌いで、プログレッシブバンドのジャケットそういうのをイメージすると、でも中にはね、はい、うわ、ダッサいって思う人もいたみたい。あ、そう、例えばそのイモータルマインド、いや、イモータルか、はい、あれスーパーアンセムの中ではさ、激しいアルバムだけどさ、老人がキスしてるやつだからね。俺はあれはいろんな意味があってあれにしたんだけど、うん、頭の弱い人には分かんないんだね。俺よ、おう、そうそうそう、街の中で僕を見かけた場合、そうそうそう、あ、仕事だ、挨拶するべきか、見送るべきか、はい、いや、全然それはもう挨拶してもらっていいですよ。でもね、危ないんですよ。だから僕電車に乗らなくなったのでもう心配ないんだけど、20周年の頃までは電車で移動してたんですね。で、そうするとね、なんか定かではないんだけど、僕は知らないけど僕のことを知ってる人がいると、なんかまあ気抜けないじゃないですか。例えばその大あくびしてたとか、なんかこっそり鼻ほじってましたよ。そういうのはでも、だから声かけてもらった方がいい。結構サービスですよね、4曲。まあでも5月のダイバーシティで、はい、まだレコーディングする前の、まあ、完璧な状態じゃないものを2曲しかできなかったんで、
まあ出し惜しみする必要もないかなっていう感じですかね。レコーディングしてたというのはゆえ、一番やってない曲じゃないですか、ライブで、うん、それはリハとかでも多くなんかね、アルバムのキーになるような曲だと思うんですけど、はい、そういうこともあって演奏陣に関しては意外とこう体に入ってた。お、まあ、もちろん、ね、圧倒的に演奏回数は少ないので、はい、一生懸命練習しましたけど、はい、まあ、そんなに違和感はなく、すいません、真面目な話をしてしまいました。全然大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですね、はい、行きましょう、真面目に行きましょう、はい、いやいや、不真面目にお願いします。じゃあね、次の質問、はい、